はい、実際フェアトレードに携わられて、うん、JICA 海外協力隊というところに応募されたと思うんですけど、うん、その時どういうことを JICA 海外協力隊でやりたかったかなっていうところと、 あとどの国を、うん、まあ、選ばれたのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思っていて、うんうんうん、はい、国はエルサルバトルを、うん、あ、そうなんですね、していたんですね。エルサルバトルってどこにありますか？中南米。あ、中南米なんですね、はい、販売の仕事は、うんうん、消費者さんと一番近い、うんうん、から今度はその反対側の生産者さんに一番近くを見てみたかったから、うんうん、結構そうですね、がっつり生産者さんと関われるような職種がいいなと思って、はい、で手工芸っていう職種とコミュニティ開発の2つだったんですね、その時が、はい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 、私高卒なので、うん、手工芸はねその時の案件が大卒以上だった、うん、あ、そうなんですね、うん、ので、はい、私はそれが必然的に無理になったのでコミュニティ開発で一村一品活動とか、うんうんうん、そういったものづくりに携わるところを見てたら、はい、エルサルバトルがあったので、はい、エルサルバトルがいいですって応募したんです、はいはい、実際どうだったんですか？実際はキルギスっていう、はい、全然違う国。あ、そうなんですね。実際じゃあキルギスになっちゃいました、はい、あの募集内容とか同じだったんですか？扱ってるものは違うけど、うんうんうん、一村一品活動にの生産者グループを巡回して、はい、より密着できるような感じだったので、はいはい、一村一品運動って具体的にどういうこと、うん、なんですかね。そうですよね。そう、一村一品は、うん、単純にその村おこしみたいなもので、うんうんうん、なんかその一品何か自分たちの売りになるものを作ることで、はい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 、それを町おこししようっていうものが一村一品運動なんですよね、はいはいはい、じゃあその村にはこれだみたいなのを選んで、うんうん、それをすごく押し出していこうみたいな動きみたいな感じなんですかね、うん、実際キルギスって、うん、どんな国なのかっていうところと、うんうん、あと言語とか、はい、どんな感じだったんですか？キルギスは元ソ連なので、はい、公用語はロシア語とキルギス語となっていて、そうなんですね。そうなんですよ。でもまあキルギス人の、ね、やっぱキルギス語がメインではあるんですけど、はい、言語としてすごく言葉が少ない語学なんですね、キルギス語って、はい、うん、難しい言葉はロシア語の言葉を使う。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ワイロとかね、そういうそういう難しい言葉はキルギス語にないんですよ。あ、なるほど。学校もキルギス語の学校とロシア語の学校があって、ね、あ、じゃあもうキルギスの方は基本的にロシア語も喋れる。喋、うん、れます。あ、でも顔が日本人と同じ、はい、あ、そうなんですね、同じですもん、うん、でもイスラム教がほとんどなので、はいはい、なのであのなんだろう、女性はやっぱ頭に、スカーフみたいなの巻いてたり、うん、福田さんがキルギスで過ごされていて、うん、どういう環境で過ごされてたのかっていうところもお聞きしていいですか？うんうん、キルギスって日本と同じく四季が春夏秋冬あって、ではい、冬がめちゃ寒いんですよ。あ、そうなんです。何度ぐらい下がるんですか？マイナス20ぐらいまであ、あ、もう極寒ですね。そこで福田さんとかってどういう形で、うん、はい、まあ、隊員時代は、うんうん、あの過ごされてたんですか？すごい田舎に派遣されて、その村では一番お金持ちのうちにホームステイしてました。はい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 。 そこはキルギスの方ですか？うん、キルギス人ですね。あ、じゃあもう2年間ずっとホームステイ、ずっとホームステイしてました。電気とか水とかってありました？はい、あ、電気はあるんですけど、はい、まあ、停電はしょっちゅうだけど、はい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 、電気はあって、で水道は一応通ってるんですけど、冬は凍っちゃうから、はいはい、汲みに行くっていう、はい、キルギスって山がすごい綺麗で、はいはい、でまあ、雪も当然降るから、はい、雪解け水なんですよね。あ、そうなんですね。綺麗なんですよ、水がすごい綺麗、はいはい、うん、他になんかキルギスで、うんうん、なんか面白いこととかありました？それこそその今言ったお風呂で、はいはいはい、モンチョって呼ばれてるんですけど、はい、そのお風呂屋さんって、はい、日本人の思うこうお風呂に浸かるとかじゃなくて本当サウナになってて、はいはい、こう体の汚れを落とすんですよ。お湯に浸かったりしないんです。そうなんですね。体を十分に温めて、はい、そのモンチョ屋さん、サウナ屋さんの近くにこう川とかがあると、はい、そこに裸で、はい、冬ですよ、はい、歩いてって川にダーンって飛び込むっていう健康法がある。あのキルギスで2年間どういう活動を行われてたのかなっていうところをお伺いしてもいいですか？うんうん、はい、私の住んでる村の県、はい、ここの大体一村に一グループくらい、はい、おばちゃんたちが集まってフェルトの手工芸品を作ったりしてるんですよ。で、はいはいはい、それをまあお土産屋さんに売って、うん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 、ちょっとした現金収入にしようみたいな、はい、そういう感じの一村一品の活動をしていたので、うん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 、
それぞれの生産者さんのお家に行ってその一緒に作る様子見たりとか、はい、車で 3,40 分行ったところに町があったので、はい、そこの町にそのお土産屋さんというか一村一品ショップがあるんです。観光客向けに売るんですけど、うんうんうん、そこのお店でショップマネジメントみたいなのを、はい、その現地スタッフさんと一緒にやってました。実際どっちの方が楽しかったですか？生産者さんのとこ行って、はい、生産状況聞くなんてかっこいいこと言ったけど、はい、実際そんなガチガチやってなくって、はい、今日どうする？ご飯食べてくるみたいな、あ、食べるみたいな感じで、はいはい、生産者さんとほんとはコミュニケーションを取りに行ってたような感じで、あんま最近生産してないけどなんで、うんうんうん、忙しいのよ下の子がね、はいはいはい、みたいな感じの話をして、はい、まあ現状把握というか、うんうん、している方が近い。だから最初はそういう世間話とか、うんうん、一緒にご飯食べるとかっていうところから始まっていくってことですね。でもやっぱそれはすごい楽しかったし、はいはいはい、ご飯の美味しいお家にはやっぱちょっと行きがちになったりとかもするし、まあ確かにそこはありますよね。でもショップスタッフはもうすごい今でも仲いい。あ、そうなんですね。そうなんですよ。よくしてくれたというか、うんうんうん、対等に本当にいろんな話ができたし、はい、やりがいもあった。面白い、うん、ショップにアプローチされてるところってどういうことされてらっしゃったんですか？単純にそのショップってまあ細かい仕事が多いんですけど、はい、その接客だけじゃなくって、はい、例えば商品ディスプレイでこういう風にやった方がお客さんが見やすいよとか、はい、そういうのをこう、あ、そういうことですね、一緒にやったりとかは、うんうん、はい、してましたね。生産者さんが、まあ、一層一品に紐づくような商品を作ったとして、うん、売れなかったら意味ないっていうことになるんですよね。そうなんですよ。結局、うん、売ることはちゃんと、うん、注力しないと。一層一品のショップっていうところに関しては、うん、キルギスの方が運営されてらっしゃったんですか？青年科学協力隊で派遣されたそのプロジェクト自体が、はい、もう JICA が割と大きくやってるプロジェクトだったんですよね。そうなんですね。でコラボレーションっていう形で日本の大手企業のとある一社があるんですけど、はい、そこの一社と一緒に、はい、あのキルギスの一層一品商品を売っていくっていうプロジェクトがあったんですよね。そのプロジェクト自体はJICAになるんですよね。なるほど。そうなんです。あ、じゃあそこの大手企業に卸したりとかはそういうのはしてないですか？まあ、商品一層一品の商品はもちろん、まあ、扱ってもらうために卸してはいるけど、はい、それは商品だけというか、キルギスのものでこういうものっていうふうな決まった商品があって、はい、それをその会社さんに。そういうことですね。転職の生きた経験ってありました？うんうん、ありました。やっぱり接客をずっとしてるから、はい、あんまり人に対して壁が私自身もない方なので、その辺で結構堂々と入っていけたかなっていうのはありますね。2年間キルギスに住んでみて、うん、なんか印象的だった出来事とかって何かあったりします？冠婚葬祭の違いっていうのは、文化はどうしてもそういうのって現れやすいと思うんです、はい、けど、はい、葬式がすごい特徴的で、うんうんうん、モンゴルに立ってるなんかテントみたいなの分かります？あ、分かります分かります分かります。お葬式になると家の前にあれを立て、はい、でそこに死者を寝かせて、はい、で参列者が来るって感じなんですよね、はい、うんうん、でその弔う時に男の人はこう連れ立って歌を歌いながら現れる、はい、うんうん、こうやって歌を歌いながらこう来ると、はい、お葬式の喪主、まあ、さんたちっていうのは、はい、わざわざ泣いて出迎えないといけなくて、文化としてもうそういうものなんです。だからその時涙が出てなかったとしても、はい、すごい派手に、はい、うーって言いながら迎えなきゃいけない。それがすごいなんか衝撃で、はいはい、そこはやっぱ日本と違う文化ですよね、うん、ちなみに、うん、まあ、そういう印象的な出来事って多分いっぱいあったじゃないですか、うん、いっぱいあった。キルギスの中 で、うんうん、でその自分の中での価値観の変化とかっていうのも、うん、その2年間の中であったりしました？単純に自分に自信がついたなっていうのはあったんですよね、うん、はいはい、全然一も二も知らない語学である程度やれるようになったっていう自信はすごいついたのと、はい、他の国でもやっていけるっていう自信がついたのはすごい大きかった。はいはいはい、と価値観としては、はい、人対人なわけじゃないですか、はい、実際触れてみると、うんうん、国民性って絶対みんなのどこかにあって、はいはいはい、絶対相入れない部分があるんですよね。こう諦めようって思えるようになった、うんうんうん、そうですよね、うん、確かに日本人ってやっぱ日本の中で過ごしてると、うんうん、どうしても日本の考え方もあるし、キルギスも同じ考えあるじゃないですか、うん、そうそう、まあ、それをミックスさせた時に、うん、どうしても、うん、あの合わない部分っていうのは絶対出てきますよね、うんうん、でその中で諦めって言ったらちょっとあれですけど許容みたいな感じですかね。そうそうそう、許容ですね。キルギスの2年間で、うんうんうん、まあ、一層一品っていうところを考慮した上で、うん、フェアトレードっていうところって大きく学べましたか？うん、学べたなってすごい思う
し、はい、何かしらこう生産者さんも買う人もハッピーになれるような状態っていうのはやっぱりいいなって改めて思えたので、だから自分の考えてることは間違いじゃなかったって感じですよね。ありがとうございます。今まではあの地方支部 JICA 海外協力隊に関してお話しいただきましたので、はい、次からは、はい、今現職についてお話しいただこうかなと思っております、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。